伝いさせていただきます。いいところだな。オートにこんな場所が。イーラのアルスの腹だ。ここが寿命を迎えたブレイドがアルスへと生まれ変わるために訪れる場所。では、私たちもいずれアルスに。懐かしいのう。800年ぶりになるかのう。青龍様もここで？わしもこのイーラから生まれたブレイドじゃからの。もっとも、ブレイドであった頃の記憶はないが。一度アルスとなったブレイドは同調したドライバー亡き後も生き続ける。やがて新たな大地となり、ドライバーたちの子孫を守り育む。刹那の関係が永遠のものへと変わる。イーラの信仰の対象さ。永遠のもの。さて、どうします？熱はしばらく待つと言っていましたが。信じられるでしょうか？嘘ではないと思う。根拠は？楽しんでるのよ、あいつ。なら、その最も楽しい瞬間を棒に振るはずない。人間は死にたがっていると言ってたな。その背を押すとも。神が使わした存在か。見慣れた場所でも慎重にな。
ねえ、シン。それ、もういらなくなっちゃったね。ああ、ラウラがイーラの騎士になったなら、もう俺が盗まれたコアから目覚めたことを咎める者もいなくなる。どうしよっか、それ。どうもしない。これからも使い続けるさ。ラウラが俺のために作ってくれたものだからな。そっか。いつかさ。いつか私が死んで、シンがコアに戻る日が来るわけだよね。みんな忘れちゃうにしても、その仮面だけでも持っててくれたらいいのにな。ラウラ。いつか遠い日の話よ。気にしないで。願わくば、この日記が君の手に渡ることを願う。それを信じ、最後に私が渡してやるための方法を、我が伴侶との絆をこの身に刻む方法を残そうと思う。その方法と、大した人気ですね。市民からの信頼も厚そうだ。陛下の一時の推挙で、どこぞの女が産んだ男だ。ほう。天の聖杯のドライバーでさえなければ。機会は平等に差し上げたはずですが。といえば K が。確かに滅を生み出したのは私ですが、あれの行動は神の意志だ。世界の破滅を神が望んでいるというのか。だからですよ、わざわざこうして来ているのです。神の意志を我々人の手でなすためにね。彼らは望んでいるのでしょうか。アルスとなり人と共に生きること。
いや、あの時と同じことを聞くなと思っての。私が？お主はどうじゃ。とわしは返した。何と答えたと思う？永遠などいらない。この命、彼女と共にあればそれでいい。うん、それもブレードとしての形じゃ。咎める者はおらん。あなたはどうだったのでしょう？さての、もしかしたらお主と同じじゃったのかもしれん。ただただこれはこれで悪くない。何年か何百年か後、人との新たな出会いが待っている。そう思うとな。新たな出会い。私たちで解決しましょう。私は陛下の指示に従ったまでです。